どうもゆらです。ついに始まりましたね。妖怪学園 Y 連動イベント。今回はダブルゼータのディープシャドウギャラクシーが登場するということで、出るまで回していきたいと思います。それでは10連目。これはまさか！前回の暴走アマテラスは合計150連以上かかったので、今回は100連以内で出したいですね。金開けていきましょう。はい、止まった。ダブルデータ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 ダ、20連目引いていきましょう。これはまさか。今回はディープシャドウギャラクシー以外にもシャイニングボーイとかも強いので出したいですね。止まれ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 、止まった。ダブルデータ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 、シャイニングボーイ。今の時点で結構いい引きなのでは。お、え？まさかの20連。これは、久しぶりに神引き？やったー。最近は運が悪かったので嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。今日も見てくれてありがとうございます。高評価、チャンネル登録、Twitter のフォローもよろしくね。